ここが儀式の真っ赤？どうやら敵はいないようですね。そうみたいだ。うわっ、こっちもか！どうしましたか、キリト。私はこのような服に着替えているのでしょうか。へえ、アリスの服すごく綺麗だな。綺麗？何を言っているのですか、このような非常時に。いや、だって俺だってこんな格好だし、前の迷宮でも同じことが起きてたんだよ。前の迷宮でも？では、アスナもこのような服に着替えて。ああ、そうだけど、なんで怒ってるんだ。怒ってはいません。ただ、私が一番初めではないことが、ちょっとだけですよ。悔しいのです。でも、この迷宮ではアリスが一番初めだった。それはそれで価値があるんじゃないか。確かに。あれは一体。どうしたんだアリス、何か見つけたのか。ええ、何かが書かれた本のようです。手記でしょうか。本がこっちにも。何やら儀式に関する手順が書かれているようですね。おお、じゃあそれに書かれた儀式をやれば何かわかるかも。全てを読むのは時間がかかりそうです。ひとまず持ち帰って内容を調べてみましょう。じゃあとりあえず他の場所も調べてみるか。ええ、いいと思います。それにしても、この格好でどんな儀式をやればいいんだ。見なさい、キリト。どうやら、これを使って儀式をするようです。ああ、この装置だな。キリト、装置に手形のようなへこみがあります。ほら、左右に一つずつ手記を見ると、おそらく手を置くと何かしらの装置が働くようです。でも手形から上にセンサー、上に向かって感知する光が出てるから、かざすだけでいいんじゃないか。なるほど。そういえばこの迷宮へ入る際も二人同時でした。そうなるとかざすのも一緒でしょうか。そうだな、ここでもやってみるか。そうですね、他に手がかりはなさそうですし、やってみましょう。よし、じゃあ俺はこっちで、アリスはそっちを頼め。はい。よし、同時に手をかざしてみるぞ。いいでしょう、合図します。頼む。行きますよ。1、2、3。うわ、動いたぞ。こ
これで成功なのでしょうか。多分な。危険はなさそうだけど。なんだ、卵？いや、宝石か。確かに宝石のようですね。形は卵のような。お、これ見た目よりもすごく重たいな。キリト、ご覧なさい。こちらには何かを収めるためのへこみが複数あります。しかも、へこみの形が少しずつ違うようです。全部で9個。真ん中の宝石も含めれば10個を置くことができるようです。ってことは、これと同じような宝石をあと8個も集めろってことなのか。ひょっとして、あの手記に何か手がかりがあるかもしれません。少し読んでみます。これは、儀式とはそういう意味だったのですか。どうしたアリス、なんて書かれていたんだ。まだ全部は読めていません。しかし、この内容のおおよそを説明するのは難しいです。じゃあそんなにも複雑な儀式なのか。いえ、儀式そのものは簡単です。ただ、その、内容が、その…な？どんな内容なんだよ。俺たちは難しいのか？難しい…確かに難しい部類かもしれませんが、どうしたんだよ、アリス。さっきから歯切れが悪いな。仕方がないでしょう。とにかくこれを持ち帰り、みんなと相談する方が先決です。そうなのか。じゃあ一旦みんなのところへ戻ろう。やれやれ、とりあえず無事にあの部屋からは出てこれたな。ええ、何よりです。おや、私たちの服が元に戻っていますね。そうだな。堅苦しい服は苦手だから、元に戻って俺は良かったよ。そうなのですか？似合っていましたよ。いやいや、俺はともかく。アリスは結構気に入ってたんじゃないのか？そのようなことはありません。なんだよ、照れなくてもいいじゃないか。もう早く帰りますよ。無事に帰ってきたな、アリス。はい、キリト。ほら、やっぱりキリト君とアリスさんだ。おかえりなさい、二人とも。おかえり、よかった、二人とも無事で。アスナ、ユージは。ただいま。よかったよ、二人ともなかなか戻ってこなかったから。どうやら大した怪我はなさそうだね。それで迷宮内はどうだったの？いやいや、いっぺんに聞かれても困るよ。迷宮の中じゃ本当いろいろあったんだからさ。まず俺とアリスが。キリト、待ちなさい。その調子で説明するつもりですか？え？事の次第はとても複雑なものです。私が順を追って話した方がいいでしょう。
ああ、それもそうか。それじゃあ頼むよアリス。それではよろしいですか。迷宮の説明ですが、ひとまず中の構造は理解しました。それはどんな迷宮だったの？はい、中には魔獣がいますが、キリトと私の二人ならば問題なく倒すことができる相手でした。それと最深部には儀式をするための部屋がありました。そうなんだ。そうすると前にアスナといった迷宮と同じ刻印の一族の神殿だったみたいだね。ねえ、何か他に手がかりになるようなものはなかったのかい？詳しい話はアリスが持ち帰った手記に書かれてたみたいだぞ。アリス、みんなに話してくれ。はい、この手記に書いてあったことをお伝えします。まずあの迷宮は刻印の一族が儀式を執り行うための神殿で、刻印の力を扱う二人で入ることが許される神聖な場所ということです。神聖な場所、やっぱり私の時と同じだね。それとこの迷宮内で見つけた手記についてですが、儀式を執り行う刻印の一族の若者が書き残したもののようです。そっちには何て書かれてたの？ほとんどは儀式の流れとそれに関する注意書き、それと一族全体のことも書いてありました。一族全体のこと？はい、基本的には儀式についての覚書ですが、手記のところどころに試練ができる刻印の力を持っている者がいないと書いてあり。刻印の力を持つ者がいない？はい、全てを読んだわけではありませんから詳しいことまでは分かっていませんが、どうやら刻印の一族の中でも試練に立ち向かうための刻印に認められし者という人がいなくなり、この手記を書いた人と一緒に儀式へ向かってくれる人が見当たらず、そのためにこの儀式は終わらないだろうと。ということは刻印の一族の話が今に伝えられていないのは刻印の力を持つ者がいなくなったから？そう考えれば辻褄は合います。刻印の力を持つ若者がいなくなると儀式ができなくなる、結果一族としての存在意義がなくなり、それを恥と感じた者が儀式そのものの存在を消した。あり得る話です。そんな。ですがあくまで推測です。今はこの儀式をどのように終わらせるか考えましょう。キリト、お前と行った儀式で相当な量の神聖力が蓄えられている宝石を手に入れましたね。ああ、これだろ。綺麗、とても。その宝石確かにすごく綺麗で不思議な感じがするね。刻印の一族たちはこれを絆の溶卵と呼んで大切にしていたようです。アスナの手記に書かれていた名前と同じだね。はい、手記によると迷宮に挑んだ二人が入手した絆の溶卵に思いを込める儀式が必要です。そうなるよね。そっちの手記にはどんな儀式をすると書かれてるの？はい、儀式というのは手に入れた二人が夜通し宝石を手にしながら語り明かすそうです。夜通し語り合う？はい、手記を読む限りではそのようで、刻印の一族の儀式をする建物への行き方も書かれていますから、そこに二人で入って互いの思い出や将来への思いを語らえと書いてあります。なるほど、二人で語り合って思いをたくさん込めれば中の神聖力がより成熟するってわけか。おそらくそういうことだと思います。二人一緒に夜を過ごす必要があるのですが。なるほど。ちなみにアリスさんの手記に書かれてる儀式の建物は私の手記に書いてあった場所の真向かいだよ。じゃあ俺とアリスが持ち帰ったその宝石、絆の溶卵の儀式はまだ終わっていないってことなんだな。その通りです。だったらその人たちの意思を引き継いで俺たちが思いを込めていこう。ええ、仕方がないですね。キリトがそこまで言うのなら私もそれについては賛成です。ではキリト、
手記に書かれていた妖蘭の御殿へ私と一緒に向かいましょう。儀式の準備が整ったら声をかけてください。いいですね。アリス、絆の妖蘭を手にしてみてどんな感じだ？そうですね、重荷とは感じません。ただこのような大切なものと戯れる行為に疑問を感じます。戯れるって、まあでも手記には二人で一夜を明かせって書いてあったんだろ？ええ、そうです。簡単には壊れないでしょうが、存在に扱って良いものとも思えません。確かに刻印の一族が大切にしてきたものだしな。そうです。手にしているとこの宝石から人々が込めてきた思いをわずかに感じ取れます。そうなんだ、俺も触ってみてもいいか？え？アリスさん？キリト、これまでお前はいろいろな女性たちとこのようにして心情を共にすることがありましたね。え、それはもちろん私もお前とこのように一夜を明かすことは初めてではありませんが、お前にはもう少し羞恥心というものがないのかと問いただしたいところです。そう言われても。お前とアスナは最も近しい仲であると認識しています。であるにもかかわらずこのように複数の女性と一夜を明かすなど。それには事情もあって。分かっています。今回はこの絆の妖蘭に思いを込めねばなりません。これは儀式の一環、それくらい私だって分かっています。アリス、キリト、お前は様々な理由でいろいろな女性とこのように一夜を過ごすのでしょうが、それでももう少し。ともかくお前は軽々しいのです。もう少し私たちの気持ちも考えなさい。はい。言っておきますが、誰もが抵抗なくお前と一緒に一夜を過ごしたいと思っているわけではありません。それはそうだな。なあアリス。何ですか？アリスは俺と一緒に絆の妖蘭へ思いを込める儀式は嫌なのか？嫌ではありません。そっか、よかった。ただお前が誰とでも仲良くする様子に私は少々苛立ちを感じたのかもしれません。それってもういいです。私は寝ます。キリト。はい。お前何か話をなさい。話？何を？何でも構いません。寝つくまでの暇つぶしです。じゃあそうだな。俺は絆の妖蘭に思いを込めたい。それがアンダーワールドに住む人たちのためになるからだと思っている。この儀式が具体的にどんな結果をもたらすかはわからないけど、きっと暗黒界だけでなく人界にもいい影響を及ぼすと思うんだ。争いの火種がなくなれば暗黒界と人界が戦争する必要もなくなる。簡単にはいかないだろうが少しでもある可能性にかけたい。だから俺は今アリスと一緒に思いを込めたい。なるほど、お前の気持ちは伝わりました。そうか。いろんな女性たちと一夜を過ごすことも儀式には必要なことですしね。そうだな。いや、俺も軽々しい気持ちはみじんもないんだ。本当だぞ。分かっていますよ。キリト、触ってみますか？触る？もちろん
絆の摇乱のことです。ああ、そうだな。ちょっと貸してくれるか。ちょっとだけ重たいような。ん？最初からこんな重さだったっけ？お前もそう思いますか？二人で話しているうちに幾分重くなったのかもしれません。たった今、私とお前で儀式を引き継ぐという思いが伝わり、それにこの絆の摇乱が反応しているのかもしれませんね。そうか。俺たちが強い思いを込めれば、それだけ中に新勢力が増えていくのかもしれない。私は手記をもとに羽化する前の卵と形容しましたが、あながち的外れな推測ではないようです。さすがだな、アリス。先ほどはつまらぬことでお前を拒みましたが、私も不要な争いは避けたい気持ちは同じです。いいでしょう。私も今宵はお前と共に思いを込めましょう。ありがとう、アリス。絆の摇乱を貸してください。二人で手を重ねて。ああ、うん、こうして触れ合うと宝石でも少し温かく感じますね。え、そうなのか。キリト、このまま一夜を過ごしましょう。ああ、そうだな。よく寝たな。なんか夢を見ていたような気がするけど。おはようございます、キリト。目は覚めましたか？ああ、おはよう、アリス。もう起きてたんだな。もうとっくに朝ですよ。起こそうとしてもまるで起きなかったのはお前ですよ。え、そうだったのか。あ、ごめん、なんかすごく眠れた。とても気持ちよさそうに寝ていました。いい夢でも見ましたか？そうだな、子供の頃友達と一緒にあちこち駆け回ったような夢を見た気がする。よほど楽しい夢だったようですね。いや、アリスが起こそうとしてくれたなんて気づかなかったよ。本当にごめん。さて、一晩かけて二人で思いを込めたことですし、絆の摇乱を返しに行かなければなりません。ああ、そうだな。元にあった場所へ戻す必要があり、そこまでが一通りの儀式です。あの迷宮へもう一度向かうんだな。そうです。さあ、キリト、早く朝食をとってください。準備が整ったら私に声をかけるように。ああ、分かったよ。また服が変わったぞ。うん、どうやら儀式の前入るたびにこの衣装に着替えさせられるようですね。参ったな。どうもこういう服って慣れないわ。似合ってるではありませんか。ねえ、いや俺はいいよ。それよりアリスの方こそ似合ってるぜ。とにかく儀式を始めますよ。わかった。それで儀式って何から始めればいいんだ？手記によると、まずは二人で思いを込めたこの宝石を。これ、宝石がすげえ光ってる。これは驚きましたね。ここから持ち出した時よりもなんだか重くなってるような気がするな。そうですね、思いを込めた影響かもしれません。それでこれをどうすればいいんだ？手記によれば、ここの台座にあるへこみの一つに宝石をはめるそうです。そうか、わかった。
よし、雨だぞ。宝石の内側から光が溢れています。おお、いよいよって感じがするな。次の段階に行きましょう。この装置にもう一度二人で手をかざします。手をかざすへこみの位置は分かりますか？ああ、宝石を取り出す仕組みと同じみたいだ。ええ、その後は儀式のための刺客を二人で言う必要があります。お、刺客ってどんなのだ？神聖術に比べれば簡単なものです。私が先に言うので同じように繰り返してください。なるほど、わかった。緊張してきたな。ええ、ですが最後までやり遂げましょう。ところで、四季って何を言うんだろうな。簡単なのだと助かるけど。よし、最後の儀式を始めてくれ。では私が言うことに続いてください。ただし名前のところはキリト、お前の名前で言い換えるように。ああ、分かった。では行きますよ。私、アリス・シンセシス・サーティは刻印の試練を彼キリトと共に乗り越え、ここまでたどり着きました。次はお前です。俺キリトは刻印の試練を彼女アリスと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。私はこの先苦しいことも辛いこともキリトと共に乗り越えてみせます。俺はこの先苦しいことも辛いこともアリスと共に乗り越えてみせます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人一緒に誓いますと言います。え、わかった、誓います。いや、これで終わりか。これはまさかこの衣装のまま？本当だ、アリスだけそのままなんだな。俺の服は元に戻ってるな。俺の衣装はなしか。ひょっとすると試練を突破した証なのでしょうか。いいじゃないか、それ気に入ってたんだろ？そういうわけではありません。ただこのようなものを。なんでだよ、似合ってるぜ。うるさいですよ。いいじゃないか、刻印の一族が残してくれたものだし大事にしたらどうだ。確かにせっかくいただいたものですし無下にはできませんね。いや、本当に似合ってるぜアリス。お前というやつは。これで儀式は終わりなのか？おそらくは成功でしょう。よく頑張りましたね。本当お疲れだったなアリス、ここまで付き合ってくれてさ。それはこちらも同じ気持ちですよ。私の方こそ感謝します、キリト。それじゃみんなのとこに帰ろうか。そうですね、少々名残惜しいですが帰りましょうか。名残惜しいって何がさ？お前と二人で共に戦うということが久しぶりだったからです。
悪い気はしませんでした。そうか、なんならまた二人で一緒に来るか。考えておきましょう。よし、じゃあ帰ろうか、二人で。ええ、二人で帰りましょう。こっちだ、友人。待ってよ、キート。それにしてもやたらと広い部屋だね。うわっ、何これ、光が体を包み込んで。安心しろ、友人、何も危険はないから。これ一体どうなってるの？おユージオのは白か。え、そっか、キリトは黒色で僕のと色違いみたいだね。これって何か理由はあるのかな。この儀式の間では二人とも着替えさせられるんだ。要はこれが清掃ってことなんだろうな。清掃か。こんな立派な服着慣れてないからなんだか着心地が悪いな。いいじゃないか、似合ってるぜ、ユージオ。キリトもかっこいいね。黒色ってところがなんだかキリトっぽいよ。ありがとうな。さ、二人で儀式を始めようぜ。そうだね、二人でやり遂げる儀式、どんなものなのかな。そんなに難しくない、行こうぜ。うん、お手柔らかにお願いします。いや、そんなかしこまらなくていいぞ。この装置で儀式をするんだ。うん、それで具体的にはどんなことをするんだい？装置に手の形をしたへこみがあるだろう。わかるか？本当だ、確かにあるね。こっちにも同じへこみがあって手を感知するんだ。二人同時にそのへこみの上に手をかざそう。なるほどね、やってみよう。じゃあユージはそっちに立ってくれ、俺はこっちへと。キリト、どうしたの？いや、なんでもない。ちょっと眩しいかな、ここは。この前はアリスが立ってたところにユージがいるって、それだけでなんだか変な感じがするな。そうかな、僕はそうでもないけど。気のせいかもな。じゃあユージは数を数えるから1、2、3で手をかざしてくれ。うん、わかった。じゃあ行くぞ。1、2、3。よし、これで大丈夫だ。本当に？あ、装置から光が溢れて。手はもう離して大丈夫だぞ、ユージは。うん、わかった。
急に宝石が出てきた。びっくりしたわ。この宝石を一旦持ち帰るんだ。なるほど、これが絆の溶卵なんだね。アリスと持ち帰ったものと少し違うね。そうみたいだな。やっぱり見た目より重い。相当な神聖力が詰まってるぞこりゃ。へえ、僕も触っていい？うん。本当だね。うわ、やっぱり手に取ってみるとすごく綺麗だ。そうだな。これは大切に持ち帰らないといけないね。どうしたの、キリト？いや、なんでもないぞ。とりあえず無事儀式の間からは出てこれたし、最初の儀式は終了だ。へえ、そうなんだね。あれ、あの綺麗な衣装、外に出ると消えちゃうんだね。ああ、そうなんだ。アリスの時もそうだった。よかった。もしあのままだったらどうしようかと思ったよ。いやいや、似合っていましたぞ、ユージを上級集権士との。やめてよ。確かに清掃だから身が引き締まる感じはしたけど、あの服見た目より動きにくかったよ。そうか。まあ確かに普段着慣れない服だもんな。でしょ。それにキリトは様になっていたけど僕には似合わなかったよ。そんなことない、ちゃんと様になってたって。君に言われると悪い気はしないね。なんとか無事に戻ってこれたな。楽しかったね、キリト。楽しかったな、ユージオ。絆の溶卵に思いを込めたらまた返しに行くんだろう。もう一度あれに着替えるのか。なあ、そうだ、まだ儀式は残ってる。準備ができたらキリトから声をかけてよ。僕待ってるからさ。ああ、分かった。こうしてキリトと一緒に寝るのは久しぶりだね。そうか、ルーリットの村や修剣学院時代はほぼお前がそばで寝てたもんな。そうそう、懐かしいね。男同士、しかもユージオなら気兼ねする必要もないし。ちょっとキリト、いくら僕が相手だからって少しだらけすぎじゃない？これは儀式なんだよ。この絆の溶卵に二人で思いを込めなくちゃ。いや、分かってるって。でもあの迷宮を二人でくぐり抜けた話だけでなく、これまでの思い出話をしても思いは込められるって話だぜ。そうなんだ。それじゃあ僕とキリトが出会った頃とか少し昔話でもしてみる？それでもいいけど長くなるぞ。どうせなら楽しい思いを込めたいから、それでもいいんじゃない？楽しい思いってことなら、なんなら今から枕投げでもするか？枕を投げるの？それって何かの特訓？いや、特訓じゃなくてさ、リアルワールドじゃ定番なんだよ。修学旅行って言ってさ、みんなで旅に行った際に互いに枕を投げ合ってはしゃぐんだ。何それ、すごく面白そうだね。よし、それじゃアインクラッド流の枕投げとしゃれ込んでみるか。受けて立つよ、キリト。
そうそう、あの時のメディナの怒った顔と来たらさ。悪いよキリト、いくらなんでも。そういうお前の方こそ笑ってるだろ。キリトのせいで笑い疲れちゃったよ。なんだよ俺だけのせいにして。ユージオこそはしゃいで悪乗りしてたじゃないか。でも大丈夫なのかな。こんな楽しい話ばかりしてて思いは込められるのかな。そうだな、二人で思い出話はしてるし。ユージオ、宝石に何か変化とかないか。え、宝石そのものに。そういえばちょっと温かいような気もするね。おお、それなら俺たちのやり方は間違っちゃいないな。え、そうなの。中に詰まったリソースが俺たちの思い出話で温まってるんだ。きっと大丈夫さ。ねえキリト、この絆の溶卵って孵化する前の卵みたいなものだってアリスが言ってたよね。ああ、そうだな。二人で思いを込めてこの卵を返すってことは、僕たちがその子の親ってことになるのかな。親か、確かにそういう考え方も。いやいや、いいかユージお母さん、卵ってのはあくまで物の例えだぜ。そうなんだけどね。って僕がお母さんなのかい。そりゃそうだろ、俺が母親になれると思うか。確かに放浪していつまで経っても帰ってこない父親だよねキリトって。誰が放浪癖の父親だ。ユージオ、想像するのはいいけど宝石から生き物は生まれないだろ。多分だけど。そうだよね。あれ、また少しだけ暖かくなったような。なんだって。いや気のせいだろそれは。そんなことないよ。ほらキリとお父さんも触ってみなよ。あ、なるべく優しくだよ。これは大切な大切な卵なんだから。ユージオ、さてはさっきの母親扱いを根に持ってるな。ほらキリト、触ってよね。ユージオ、近いって。何を言ってるのさ、さっきまで枕投げでこのぐらい近くで暴れ回ってたじゃないか。そうだけどそうじゃなくて。おいやめろって。ほらキリトお父さんだよ、撫でてもらおうよ。わかったわかった、俺が悪かった。降参だユージオ。よく寝た。やっと起きた。おはようキリト。ああユージオ、もう起きてたのか。うん、もうとっくに朝だよ。ああすまん、なんだかすごく久しぶりにぐっすり寝たような。だろうね。一体どんな夢を見てたの。まあそうだな、修験学院に入る前ユージオと二人でルーリットの村を出たばかりの頃だったかな。懐かしいね、もう遠い昔みたいだ。だよな、なんか修学旅行の夜みたいな気分だった。修学、ああ昨日話してた枕投げのこと。そうそう、楽しかったなってことだ。よし、とにかくまた出かけるぞ。そうだね、一晩二人で思いを込めた絆の溶卵を返しに行かないと。ああ、その通りだ。わあ、また服が変わっちゃったよ。参ったな。儀式の間に入ると
この衣装に強制的に着替えさせられるってことらしいな。それは分かってるんだけど、どうもやっぱり慣れないな。そうか、かっこいいぜユージは。ちょっと窮屈だけどね。それにキリトの方こそかっこいいよ。なあ、お互いそのぐらいにしておこうか。じゃあそろそろ儀式を始めよう。あ、そうだな。さてと、まず最初に装置に絆の溶卵をはめ込むんだ。わかったよ、これだね。うわ、すごく光ってるよ、これ。本当だな。多分俺たちが込めた思いの効果だろうな。すごい光だね。なんかこれ前よりも重くなってる気がするよ。よし、装置のへこみの一つに宝石を置いてくれ。うん、わかった。置いたよ、キリト。うわぁ、ますます宝石が光り始めたよ。これって大丈夫なんだよね？ああ、大丈夫だ。次の段階に行こう。次の段階？装置に二人が手をかざしたまま誓い合う式句を読み上げるんだ。手をかざして誓い合う？そうだ、儀式のための式句だ。俺が先に言うから、ユージオはその後に続いてくれ。そういうことか。うん、わかったよ。よし、いよいよ最終段階だ。いいか、ユージオ。分かったよ、キリト。僕はいつでも大丈夫。あ、おっと、一つだけ忘れてた。式句に名前を言うところがあるけど、そこはお前の名前に変えろよ。なるほどね。うん、大丈夫。よし、じゃあ改めて。俺、キリトは刻印の試練を彼、ユージオと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。頼め。うん、僕ユージオは刻印の試練を彼キリトと共に乗り越え、ここまでたどり着きました。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもユージオ彼と共に乗り越えていきます。僕はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリト彼と共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人で一緒に誓いますか。いいな。うん、分かったよ。誓います。誓います。よし、一仕事やり終えた感じだな。あれれ？ねえキリト、僕の衣装このままみたいだ。え？ああ、そういえばアリスの時もそうだったな。そうなんだ。どうしよう、この衣装もういらないよね。え、捨てる気か？もったいない。もったいないかもしれないけど、僕はちょっと
なんならキリトにあげようか。いやいや、その衣装はあの儀式をやり遂げたって証なんだぜ。刻印の一族だって友情が衣装を大事にしないと悲しむだろ。ああ、なるほど、確かにそうだね。大切にするよ。キリトはあの黒い衣装をもらえないのかな。どうだろうな、俺のはもらえないんじゃないかな。そうなんだ。じゃあキリトがあの黒い衣装をもらえたら僕に教えてよ。え、そりゃ構わないけど。キリトと僕があの試練を突破した記念ってことなんだったら、いつかまた揃ってあの衣装を着るのもいいかもね。そうだな、わかった、必ず教えるよ。よし、これで儀式は終わりだ。あれでよかったのかな。ああ、きっとそうだ。ありがとうな、ユジオ。ここまで付き合ってくれてさ。何言ってるの、当たり前じゃないか。よし、帰ろうぜ。うん。でも、もう帰っちゃう？そのつもりだけど、なんだ友情、忘れ物でもしたのか。ああ、そうじゃないんだけど、なんかキリトと二人きりで旅をするのって久しぶりだっただろ。このまま帰っちゃうのも少しもったいないなって思ってさ。そういうことか。なんなら迷宮の中を隅々まで調べるか。さすがに今日はそこまでは。でもまた二人で来るのもいいかもね。そうだな、それもいいかもな。今日のところは帰ろう、キリト。あ、帰ろうか、相棒。レイン、こっちだ。広い部屋ね。わあ、何この光は。キリトくん。大丈夫だレイン、光自体に危険はないから。じゃないかレイン、似合ってるぜ。すごい、一瞬でこんな格好になっちゃった。ああ、この儀式の間ではみんなそうやって着替えるんだ。きっと清掃なんだろうな。そうなんだ。すごいな、このスカートとかヒラヒラしてるよ。気に入ったのかレイン。うん、そうかも。君のその衣装もかっこいいじゃない。そうか。俺こういう堅苦しいのは苦手なんだよ。私だって同じだよ。でもたまにはいいかもね、こういうドレス姿も。さてと、
お楽しみのところ悪いんだけど、儀式そのものがまだ残ってるんだぜ、お姫様。そうだった。ごめん、つい。それで、一体どんな儀式をするのかな？ああ、この装置を使うんだ。ほら、装置に手の形をしたへこみがあるのが見えるか？あ、本当だ、あるね。こっちにも同じへこみがある。二人一緒にそこへ手をかざすんだ。そっか、意外に簡単なんだね。レインはそっちに立ってくれるか？はい。ん、どうかしたか、レイン？確かにな。ごめん、続けて。それじゃあ数を数えるから、1、2の3で手をかざすんだ。いいか？うん、分かったよ。それじゃあ行くぞ。1、2の3。よし、成功だ。え、そうなの？あ、なんかすごく光ってる？レイン、もう手を離して大丈夫だぞ。あ、わかった。よし、この宝石、絆の洋蘭を一旦持ち帰ろう。これを？そうだ、見た目は小さいけれど、この中にはとてつもない量のリソースが詰まってる。そうなんだ、すごい。持ち帰ったら、この中に俺たち二人で思いを込めるんだ。なるほど。うん、分かったよ。よし、無事にあの部屋からは出てこれたな。うん、お疲れ様だね。あの綺麗なドレス、あの部屋の外に出ると消えちゃうんだ。なあ、そうなんだ。そういえばアリスの時もそうだった。絆の洋蘭に思いを込めたらまた返却しに来るから、もう一度あのドレスに着替えることになるぞ。え、そうなの？やった、楽しみ。お疲れ様、レイン。うん、キリト君こそお疲れ様。あ、そういえば、思いを込めるのって具体的にどうやってやるの？また儀式？ああ、そうだ、儀式ってのは、そのこの宝石を手にした二人が一晩語り明かすんだ。一晩語り明かす、二人きりで？それってもしかして？まあそういう儀式になってる。そっか。うん、
備ができたら君から声をかけてよ。私準備しておくね。ああ、分かった。ちょっと緊張してきちゃったな。キリト君、もっと私の近くに来ていいよ。え、レイン、いいのか？照れなくてもいいよ。こっちまで恥ずかしくなっちゃう。あ、すまない。そんなつもりじゃ。これくらいでどうかな？息苦しくない？いや、大丈夫。ちょうどいいと思う。いや、ちょうどいいってなんだよ。レインの顔が近い。いや、変に意識するな。キリト君、具合は大丈夫？なんかほっぺが赤くない？いや、そんなはずは。でも、こうやって互いに近づけば、宝石の中のリソースも温められるね。そうかも。まあ、キリト君、遠慮しなくてもいいからね。近い方がそれだけ早く結果が出るんじゃないかな。早くって何のことだ？だってこの絆の溶卵に思いをたくさん込めて、一日でも早く返さなくちゃ。一日でも早く。いや、そんなに慌てなくともじっくりでもいいと思うけど。そうなの？でも早い方が良くないかな。確かに早いに越したことはないけど、そこまで焦ってやることじゃないよ。そうなんだ。てっきりもっと早く孵化させた方がいいのかと思ってた。どうしてそう思うんだ？だってこの儀式を早く終わらせれば、こっちの世界が平和になるんでしょ？そうすればキリト君も早くリアルワールドに帰れるんじゃないかなって。ああ、なるほど。そういうことか。ごめんなさい。私勘違いしてたかな。いや、いいんだ。それよりも俺ってそんなにみんなに心配させてたんだな。うん。ありがとう、レイン。心配してくれてすごく嬉しいよ。キリト君。そりゃ俺も早くこの儀式を終わらせて、一日でも早く元の世界へ帰りたいと思ってるさ。けどこの暗黒界、いや、アンダーワールド全体のことを放ってはおけない。最後まで見届けたいんだ。そっか、そうだよね。レインだけでなく、みんなに協力してもらってここまで来られた。それについてはすごく感謝してるんだ。きっとアリスやドロシーたちも君に感謝してる。だからこそ俺は途中で放り出したりはしない。この世界がどうなっていくか、未来を見据えていきたいんだ。さすがはキリト君だね。私、自分のことで精一杯で周りが見えてなかったんだな。いや、レインも積極的に協力してくれたじゃないか。それに俺のことまで心配してくれてたんだろ。キリト君って大切なもののために本当に一生懸命なんだね。そうかな。そうだよ。本当にすごいよ、キリト君は。私はそれをちょっとだけお手伝いしただけだよ。今も少しだけキリト君を手伝えるってだけですごく嬉しいし、ドキドキしてるんだよ。レイン。あれ、なんか宝石が少しだけ光ったような。そうか、レインの思いに絆の溶卵が反応したのかもな。そうなんだ。こんな些細なことでも思いは込められるんだね。ああ、やっぱりレインがいてくれてよかった。ありがとう。感謝しかないよ。レイン、一刻も早くこの絆の溶卵を返して、この世界が少しでも平和になってくれればって思っている。レインの手伝ってくれるって気持ちだけでも嬉しい。きっとそれがこの世界全体の未来につながるんだ。そっか、責任重大だね。ああ、ごめん。確かにそうだよな。
レインに無理やり責任を背負わせちゃ悪いよな。できる範囲とかでも十分だから。うん、私にも背負わせて。でもいいんだよ。私ができることなんてとても小さなことだけど、私少しでもいいからキリト君の役に立ちたい。レイン、ありがとう。もう朝なのか。あ、起きたのね。おはよう、キリト君。おはよう、レイン。もう起きてたのか。うん、もうすっかり朝だよ。気持ちよさそうに寝てたね。ああ、なんかぐっすりと眠れたんだ。かわいい寝顔だったよ。からかうなってねえ、この後絆の洋蘭を返しに行くんでしょ。ああ、そうなんだ。思いを込めた宝石を返しに行くんだ。私待ってるから、準備ができたら声をかけてね。ああ、わかった。儀式の間にいる間はこの衣装に着替えるからな。そうだったねよかった、結構気に入ってたんだこれ。あ、似合ってるぜレイン。ありがとう、君のもとってもかっこいいよ。いや、やっぱ俺はあんまり慣れないよこういう格好は。いよいよ最後の儀式だね。そうだな、早速始めようか。それじゃあ最初に絆の洋蘭を装置にはめ込もう。俺たちが思いを込めた証だろうな。そっか、気のせいかもだけど前よりも少し重くなってる気がするよ。これを装置のへこみの一つに置くんだ。宝石がセットされたな。どんどん光が溢れてくる。これ大丈夫なの？あ、次の段階に行こう。次の段階って？最後に二人で装置に手をかざしたまま儀式のための式句を読み上げるんだ。何、大して難しくはないさ。俺が先に言うから、レインは俺の名前の部分を自分の名前にして、あとは真似すればいい。そうなんだ。うん、やってみる。いよいよ最後の儀式だ。レイン、大丈夫か？大丈夫。始めて、キリト君。じゃあ行くぞ。俺、キリトは刻印の試練を彼女、レインと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。レイン。私、
は刻印の試練を彼、キリト君と共に乗り越え、ここまでたどり着きました。俺はこの先、苦しいことや辛い出来事でもレイン、彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先、苦しいことや辛い出来事でもキリト君、彼と共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで、いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで、最後一緒に誓いますって。うん、分かったよ。誓います。ふう、一仕事した感じだな。わあ、見て見てこれ、あのドレス着たままだよ。ああ、そうか、ドレスはそのままなんだ。多分これは儀式を無事に終えたご褒美ってことだろうな。そうなんだ。あれ、君はいつもの服に戻っちゃうんだ。ああ、俺のはもらえないんだろうな。そっか、ちょっとかわいそう。いや、俺はああいう堅苦しい服は似合わないよ。そんなことないよ。ありがとう。さ、帰ろうぜ。よし、これで儀式は終わりだ。うん、君もお疲れ様。ああ、レイン、付き合ってくれてありがとうな。そんなこと、お礼を言うのは私の方だよ。え、なんでさ。だって君と二人きりで冒険するのってめったにないでしょ。なんだ、そういうことならまたいつでもここに来ようぜ。もしくはどこか別なダンジョンへレインと二人で挑むのもいいし。本当？やった、また一緒に行こうね。あ、約束だ。じゃあ約束ね。楽しみにしてるから。セブン、こっちだ。へえ、かなり広い部屋ね。さっきまでの部屋とは全然違う雰囲気だわ。うわあ、なになに、なんなのこの光。キリト君、お姉ちゃん。大丈夫だセブン、何も危険はないから。セブン、え、あら、
キリト君も着替えてるのね。でも一体これはどんな仕掛けなの？まあどうやらここの儀式の間にいる間は強制的に着替えさせられるんだ、この格好にさ。そうだったのね。罠というわけではなさそうだし、ひょっとして戦争させられたのかしら。ああ、多分そんなところだろう。儀式に必要な清掃ってとこかな。まあでも悪くはないわ。なかなかのデザインだし、結構気に入ったかも。あ、よく似合ってるぜセブン。あら嬉しい。キリト君もその姿決まっててかっこいいわよ。そうか、ありがとう。いやでも俺こういうのはちょっと苦手なんだよ。苦手？それは褒められるのか、それともその衣装は？どっちだろう。いやそれはそうと儀式を始めようぜセブン。そうだったわね。で、始めましょう。それで儀式ってどんなことをするのかしら。この装置を使うんだ、来てくれ。装置に手の形をしたへこみがあるんだ、わかるか。ええ、確かにあるわ。それにへこみから上に向かって、これセンサーが出てるわね。なあ、つまり二人一緒にその上に手をかざすんだ。へえ、それだけなの？簡単じゃない。俺はこっちに、セブンはそっちに立ってくれるか。わかったわ。それじゃあ数を数えるから1、2の3で手をかざしてくれ。いいか？任せて。それじゃあ始めるぞ。1、2の3。これで成功だ。たったこれだけ？何？光り始めた？セブン、手はもう外して大丈夫だぞ。ええ、わかったわ。この宝石、絆の洋蘭を一旦地上まで持ち帰るんだ。へえ、これがこの儀式の全部なの？いや、まだ終わりじゃないんだ。この宝石にはとてつもない量のリソースが詰まってる。へえ、これを持ち帰ったらこの中のリソースに俺たち二人で思いを込める必要がある。つまり思いを込めることで何か素敵なことが起きるかもしれないのね。まあそんなところだ。じゃあ一旦戻ろうぜセブン。ええ、そうしましょう。さてセブン、とりあえず無事にあの部屋からは出てこれたわけだけど、あの綺麗なドレス、外に出ると消えちゃうのね。ああ、そういえばアリスの時もそうだったな。そうなの？ちょっと残念。結構気に入ってたのに。絆の洋蘭に思いを込めたら
また返却しに来るんだ。その時にもう一度あのドレスに着替えられるぜ。お、なるほど。よかった。よし、無事に帰還と。そういえば思いを込めるって言ってたけど、具体的にはどうするのかしら。また何かの儀式をするの？ああ、儀式ってのは、この宝石を手にして二人で一晩語り明かさなきゃならない。二人で一晩語り明かす？ちょっとそれってもしかして。アリスから何も聞いてないのか？聞いたかもしれないけど、そういう意味だったのね。なるほど。セブン、大丈夫か？大丈夫、任せてちょうだい。とにかく準備ができたらキリト君から声をかけて。私準備しておくから。ああ、わかった。どうしたのキリト君、じっと見つめたりして。いや、セブンとこうして夜を過ごすのももう何度目だったかなと思って。そういえば4回か5回くらい？もっとあったかしら。私もキリト君とこうして添い寝するのも慣れてきたかも。慣れてきたって我ながらすごいことを言ってるような気がするわ。まあ、あくまでこれは儀式だから正確には添い寝じゃないかもな。そうよね。この絆の摇篮にキリト君と二人で思いを込めるための儀式だもの。私もそのつもりよ。あ、そうだよな。アリスちゃんから最初話を聞いた時は一体何のことかと思ったわ。思いを込める儀式のことか？ええ、そうよ。一晩語り明かすって言われたから最初はどうして夜なのかしらと疑問に思ったの。二人で思い出を語り合うなら別に夜限定にしなくてもいいわけでしょ？そう言われてみればセブンの言う通りだな。でしょ？私はそんなことないけれど、お寝坊さんな人や夜働いて昼に寝ている人だっていてもおかしくはないわ。それにしてもこの卵のような形の宝石から一体何が生まれてくるのかしら。とても興味があるわね。そうだな。暗黒界にいいことが起きるって具体的なことはまるでわからないし。暗黒界にとっていいことよね。あ、太陽の光が差し込むようになるとか。おお、それは確かにいいことだ。荒れ地が緑で覆われるってちょっと想像しにくいけど、少なくとも陽光が差し込めば植物が育ちやすい条件になるわね。あとは水とか土壌の問題かな。まとまった雨なんてめったに降らないそうだぜ。なるほどね。この儀式で暗黒界の天候条件が変わっていくとしたらとてもすごいことだわ。それで少しでも平和に近づけばいいけど。なるわよ、きっと。まあ、いろんな人たちがお互い争わないって条件は必要だけど。セブンの言う通りだ。今の暗黒界は異種族同士でもいがみ合ったりしてる。でも人界という共通の敵がいて利害の位置から団結しているに過ぎないからな。そっか、それも大きな問題なのね。困ったわ。まあ、いや、それをセブンが気に病むことはないよ。俺たちはあくまでこの儀式をやり遂げることを優先しよう。それもそうね。でも私としてはこの世界が
より良い環境になることに興味があるわ。それは科学者としてでなく個人としてよ。へえ、さすが天才の七色博士だな。こっちの世界まで助けに来てくれてすごく助かってるよ。もちろん、キリト君のピンチだって聞いて放ってはおけないもの。ほんと頼りにしてるよ。でも少し不安だったんだから。キリト君がまた一人で無茶してるんじゃないかってお姉ちゃんとも話してたのよ。いや、ごもっともです。私が言うまでもないけど、本当相変わらずなんだから。ごめん、悪かったよ。だいたいキリト君はね、いつもいつも余裕を持たずに、なんだか眠いな。このところ激闘ばかりだったし、疲れが溜まってるのか。キリト君、ちょっと聞いてるの？まったく、いつもいつも私やお姉ちゃんだけでなくみんなに迷惑をかけないでよね。それにもっともっと頼ってくれてもいいのに。そりゃあ私は力が強いわけじゃないし、少しだけ子供っぽいかもしれないけど、私だってキリト君を助けてあげたいんだから。それは本音よ。こんな時くらいにしか言えないけど、はあ、もっと早く大きくなりたいな。もう少し大きくなったら、もう少しだけキリト君から頼ってもらえるのかしら。いつかはキリト君の隣に立って、キリト君のことをかっこよく守ってあげられれば、お姉ちゃんと一緒にキリト君を守ってあげて、いっぱい活躍して、さすがだなって褒めてもらって、いけない、ここで眠っちゃったらキリト君に笑われちゃうわ。でも、まさか。おはよう、キリト君。あ、セブン。あ、もう起きてたのか。ええ、ほんの少しだけどキリト君を見守ってたわ。恥ずかしいな。でも昨夜は私も途中で寝ちゃったし、キリト君もちょっとお疲れだったみたいね。ああ、すまない。確かにセブンの言う通りだ、ちょっと疲れが出てたかも。そう、よかった。じゃあ私の声は聞かれなかったみたいね。セブン？え？あ、どうかした？キリト君。あ、宝石に思いを込めたことだし、これをまた儀式のままで返しに行かないといけないんだ。そうだったわね。ね、もちろん一緒に行くわよ。あ、また頼む。じゃあ私も用意しておくから、キリト君、準備ができたら声をかけてね。わかった。すごい、部屋へ一歩入るだけで服が着替え終わるだなんて素敵よね。ああ、儀式の間ではこの衣装が強制だからな。私は気に入ってるわよ。キリト君だってすごく決まっててかっこいいよ。
そうか。でもこういう服は息苦しくて苦手だよ。あら、そう？まあいいわ、儀式を始めましょう。そうだな、セブン、一緒にやってくれるか？もちろん。じゃあまず最初に絆の溶卵を装置にはめ込むんだ。わかったわ。あら、どういうことこれ。まぶしい。すごい光ね。絆の溶卵がこんなに光ってるだなんて、綺麗。ああ、きっとこの輝きは俺とセブンが思いを込めた証拠なんだろう。そうなのね、素敵。あ、これを装置にはめ込むのよね。そうだ、装置にあるへこみの一つに置いてくれ。わかったわ。宝石を置いた。これで成功のはず。光がますます強くなってるわ。これって大丈夫なのよね。ああ、次の段階に行こう。次はどうするの？最後は二人で装置に手をかざして色句を読み上げるんだ。色句？え？何を喋るの？そんなに難しくはない。俺の名前のところはセブン、自分の名前に置き換えてくれ。俺が先に言うからセブンは後に続いてくれ。そうなの？やってみる。じゃ、儀式を始める。ええ、始めてちょうだい。俺、キリトは刻印の試練を彼女セブンと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。頼む。私セブンは刻印の試練を彼キリト君と共に乗り越え、ここまでたどり着いたわ。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもセブン、彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリト君、彼と共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は一緒に誓いますだ。ええ、わかったわ。誓います。無事一仕事を終えたな。あら、ねえねえキリト君、あの儀式の間から帰ってきたのにこのドレス着たままよ。そうか、ドレスはそのままなんだな。これって多分儀式を無事に終えたって証なんだろう。そうなの？じゃあこのドレス正式に私のものなのね。まあそういうことだな。やった、嬉しい。よかったなセブン、とても似合ってるよ。ありがとう。
キリト君は元に戻っちゃったのね。あなたのはもらえないのかしら。俺のはもらえないらしい。そうなの？かわいそう。いや別にいいよ俺は。よし、これで本当に儀式は終わったよ。お疲れ様、キリト君。ああ、お疲れ様、セブン。そろそろみんなのところへ帰ろうか。ええ、そうね。帰りましょうか。あ、でも…ん？どうかしたのか、セブン。ええ、ちょっとだけ今日のことを詩にまとめて歌にしてみようかと思って。あ、そうか。あ、どうする？詩がまとまるまでもう少しこの場にとどまろうか。ううん、大丈夫。でも今日の思い出は大切にするわ。こっちだ、クレハ。待って、キリトさん。へえ、結構広い部屋なのね。さっきまでとは全然違う雰囲気だけど。ちょっと何これ、ピカって光ってる。あ、落ち着くんだクレア。光自体に危険はない。じゃないかクレハ。不思議な光ね。こんなことが起きるだなんて。あ、キリトさんも着替えてる。ああ、そうなんだ。どうやらこの儀式の間ではこの格好に着替えさせられるらしい。多分儀式に必要な清掃ってとこなんだろうな。ああ、そうなんだ。びっくりした。でも案外いい感じ。このデザイン気に入ったわ。そうだな、クレハらしさがよく出てると思う。え、そうかな。キリトさんの衣装もかっこいいと思うよ。まあ俺はこういう堅苦しいのは苦手なんだよな。照れなくても。じゃあこれで儀式をすればいいのね。ああ、早速始めるとするか。ところで、どんな儀式をするわけ？ああ、ここにある装置を使うんだ。手の形でへこんでるところがあるのがわかるか？ああ、本当だ。確かにあるわね。こっちにも同じようにへこみがあって、上に向かってセンサーが出てる。そこに二人で一緒に手をかざすんだ。へえ、なるほどね。早速やってみましょう。じゃあ俺はこっちで、クレハはそっちに立ってくれ。わかった。今から数を数えるから、1、2の3で手をかざしてくれないか。
オッケー。じゃあ始めるぞ。1、2の3。よし、動いた。成功なの？ああ、クレハ、手はもう外して大丈夫だぞ。分かったわ。宝石は絆の溶卵って言うんだ。これを一旦地上まで持ち帰ろう。え、それで儀式は終わっちゃうの？いや、まだ続きがある。これを持ち帰ったら、中にたくさん詰まったリソースに対し、俺たち二人で思いを込めて孵化させる必要があるんだ。へえ、そういうことだったの。じゃあその卵みたいな宝石に話しかけたりするのかな。まあそんなところだな。一旦戻ろうか、クレハ。分かったわ。とりあえず無事に儀式の間からは出てこれたな。あれ、あの綺麗なドレスは？外に出ると消えちゃうんだ。まあそうなんだ。なんだ、結構気に入ってたから残念。なあに、絆の溶卵に思いを込めたらまた返さなきゃならない。もう一度あのドレスを着られるぜ。あ、そうなんだ。じゃあ楽しみにしておくね。無事に帰ってきたな。はい、よかったですね、キリトさん。そういえばキリトさん、持ち帰った宝石に思いを込めるって言うけど、どんな風にやるわけ？それはその、この宝石を手にした状態で二人で一晩思い出なんかを語り明かすんだ。うんうん、二人で一晩思い出を語り明かす。ああ、といってもそんな変なことじゃないぞ。ちゃんと互いの気持ちを尊重してだな。なるほど、なるほどね。うんうん、分かったわ。大丈夫なのか？全然大丈夫。だって儀式に必要なことなんでしょ？だから任せてよ。私準備しておくから、キリトさんから声をかけてよ、ね？ああ、わかった。じゃあ私準備があるから。ふん、これが絆の溶卵か。キリトさんと思い出話って言っても GGO の話ばかりだし、なんでだろう。あいつの顔ばっか思い浮かんじゃう。あ、いけないいけない、この宝石に思いを込めなきゃ。これは大切な儀式なんだからね。思いを込めなきゃ、あいつと。お待たせ、クレア。あれ、もう寝ちゃったのか。あ、おい、クレハ。どうして今さら。
あんたがこっちの世界に来てんのよ。あ、クレハがあんたっていうことは、ひょっとしてクレハは幼なじみと話してる夢を。あれ、私いつの間にか寝てたの？あれ、なんで、どうして今さらあんたがこっちの世界に来てんのよ。ああそっか、そういえばあんたこっちの世界に来たがってたわよね。なんだ、今頃こっちに来たの。もう遅すぎるわよ。私とチェリスカさん、イツキさんもあんたがなかなか来ないからみんな大変だったんだからね。そうだ、こっち来て一緒に思いを込めましょう。はあ？あたしの寝相が悪いから来たくない？うるさいわね。 GGO でも同じようなこと言ってなかった？まったく、今の今までどこで何してたのよ。え？あたし？あたしはもう普段通り？キリトさん手伝ったり。セリスカさんに迷惑をかけてないかだって？あんたじゃあるまいし。お？ああ、この宝石のこと。これは絆の溶卵って言って、この世界を救うすごい力が込められてるのよ。すごいでしょ。ただし、この中に詰まったリソースを思いを込めて孵化させなきゃいけなくて。私一人で大丈夫かって？もう余計なお世話よ。なんならあんたも手伝いなさい。そうね、それがいいわ。うん、あんた遅れてきたんだから、せめてこの宝石に思いを込めなさい。何を込めるのかって、そりゃあ自分で考えなさいよ。人に頼らないの。私はそうね、ありきたりだけど、世界が平和でありますようにとか。そりゃこのアンダーワールドは正確にはゲームじゃないし、直接私たちには関係のない出来事かもしれないけど、でもこの世界の人たちだって立派に生きてるんだもん。困ってる人を放ってはおけないわ。でしょ、あんたもそう思うなら一緒に思いを込めてよ。あ、ほら、わかる？少しだけこの宝石が光ったような。あ、ほら、気のせいじゃないでしょ。あ、ちょっと、どこ触ってんのよ、こっち。ひょっとして、私の思いに宝石が反応してるのかな。どう？あんたの思いは。何でもいいから言ってみてよ。はあ、私の真似した？ずるい。まあいっか、あんたも平和を願ってくれたんなら、もう少しだけこの宝石触っててよ。だってそれくらいしないと釣り合わないでしょ。これだって立派にこの世界を救うお手伝いよ。だからもう少し。あ、壊しちゃダメだからね、とっても大切なものなんだから。そうそう、優しくね。ねえ、久々に会ったんだし、もう少しお互いの近況話さない？そう来なきゃ。だったら私からね。お姉ちゃんと比べないでよ、まったく。クレハ、クレハ。もううるさいな。あんたに言われなくても私は大丈夫。そろそろ朝だぞ、クレハ。うるさいな。私だっていつかお姉ちゃんみたいに。待って、見せるんだから。え、あれ、キリトさん、なんで、あいつはどこに行ったの？やっと起きたか。
おはよう、クレハ。やっぱり夢を見てたのか？あ？あ、そっか。確かあいつと一緒に話してて。あれ？俺が部屋に来た時にはもう先に寝ちゃってたんだ。覚えてないのか？じゃあ、あいつと話してたのは夢だったの？嘘！私ったら先に寝ちゃってた？ごめんなさい。いや、よっぽど疲れてたんだろうし、起こそうかとも思ったけど、なんだか楽しそうな夢でも見てるみたいだったから、起こすと悪い気がしてさ。じゃあ、あいつと宝石に思いを込めてたのも全部夢だったんだ。もしかして私なんか言ってませんでした？ああ、寝言でも喧嘩でもしてる感じだったかな。うわー、私たら大切な儀式もすっぽかして先に寝ちゃったんだ。本当にどうしよう。気にしなくても大丈夫だよ。その宝石を手にしたままだし、クレハは夢越しに思いを込めてたみたいなんだ。そうなんですか。俺も驚いたけど、クレハが寝てる最中、時折その宝石が光ったりしてたんだ。俺も感心しながら見守っていたよ。そうだったんですか。もうキリトさん、起こしてくれればよかったのに。いや、途中そう思ったんだけど、クレハぐっすりだったし、俺も一応椅子に座ったまま思いを込めていたんだぜ。なんだかすごく悪い気がしてきました。本当にごめんなさい、キリトさん。いいって。夢の中で幼馴染と絆の洋蘭が出てきたんだろ。なら間違いなく思いは十分に溜まったんだろうな。むしろお手柄じゃないか、クレハ。本当にそんなのでいいんですかね。多分だけど、いいんじゃないか。そうだ。この宝石をまたあの儀式の間に返すんですよね。ああ、そうだ。じゃあ、私準備万端にしておきますから声かけてください。わかったよ。はあ、夢の中であいつと思い出すだけでも恥ずかしい。またこのドレスに着替えられたわ。一瞬で着替え終わるなんてすっごく便利よね。この衣装の強制着替えは儀式の間に入る条件だからな。でも普段からこんな風に気軽にできたらいいなって思わない？そうだな。ゲーム内のアバターを気軽に変えたりするのと同じようなもんか。そうそう、こっちのアンダーワールドだといちいち着替えないといけないからやっぱり楽よね。さてと、早速儀式を始めようか。クレハ、一緒に手伝ってくれ。わかったわ。儀式はまず最初に絆の洋蘭を装置にはめ込むんだ。クレハが一晩かけて思いを込めたって証拠なのかもな。なるほど。それでこれをどこにはめ込むの？ああ、その装置のへこみの一つだ。形が少しずつ違うが、当てはまるへこみも一つだけだ。オッケー。じゃあここね。宝石を置いたら光がますます強くなってる。
でもこれで大丈夫なの？問題ない。次の段階に行こう。次はどうするの？最後は二人で装置に手をかざして四菊を読み上げるんだ。四菊って、神聖語の難しいやつ？いや、あんなに難しくない。俺とクレハ互いの名前を告げて思いを誓い合うみたいな。そうなんだ。ねえキリトさん、例えばだけど。どうした、何か問題でも？ううん、あのね、私の名前と一緒に GGO のみんなの思いを込めちゃダメですか？どうだろうな、そんなこと考えてもみなかった。この宝石に思いを込めた時、あいつとの思い出も一緒に込めたじゃないですか。クレハの幼馴染のことだな。確かにそうだけど。じゃあ、あいつのことや GGO のみんなの思いも一緒に四菊に混ぜてみたいなって。なるほどな。思いはたくさん込めた方が効果が高まるかもしれない。うん、いいと思うぞ。四菊はクレハのアドリブに任せるよ。ありがとう、キリトさん。じゃ、始めるぞ。うん。俺、キリトは刻印の試練を彼女、クレハと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。次、頼む。はい。私、クレハは刻印の試練を彼、キリトさんと仲間たちの思いと共に乗り越え、ここまでたどり着きました。俺はこの先、苦しいことや辛い出来事でもクレハ、彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先、苦しいことや辛い出来事でもキリトさん、彼と、そして仲間たちと共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人同時に誓いますだ。誓います。よし、無事に儀式の間から出てこれたな。あれ？ねえキリトさん、このドレス私だけそのままみたいよ。あ、そうか、ドレスはもらえるんだった。あ、要は儀式を無事に終えたってご褒美ってところかな。え、そうなの？じゃあこのドレス私がもらっていいんだ。よかったじゃないか、似合ってるぜクレハ。ありがとう、素直に嬉しい。でもキリトさんの服は元のままなのね。ひょっとして一人しかもらえないの？いや、わからないけど、俺はどうやらもらえないらしい。そうなんだ。キリトさんももらえたらお揃いになるのにな。え？ああ、まあそうなるな。私また見たいな、キリトさんのあの衣装。よし、これで本当に終わりだ。
お疲れ様でした、キリトさん。ああ、お疲れ、クレハ。ああ、楽しかった。こんな冒険は久しぶりですよ。そうなのか？はい、あいつ、幼なじみとはよく二人きりで出かけていたんですけどね。あいつにもドレス姿見せたかったな。なんて。さあ、みんなのところへ戻りましょうか。儀式のはこっちなんだ。案外広くて違った雰囲気のお部屋ね。あらあら、まあまあ、何なのかしらこの光は。大丈夫だゼリスカ、危険な光じゃないから。セリスカ、平気か？ええ、確かにこれは危険なものではないわね。あら、キリト君も着替えたのね。素敵。そうかな。セリスカに比べたら、俺なんてやっぱまだ子供だなって。いいじゃない。似合ってるわよ。まあまあ、この格好はちょっと照れるんだよ。儀式をするまでの間だけだから我慢できるんだ。似合ってるのに。でも、嫌なら仕方ないわね。とにかく、この格好で儀式をやらなくちゃいけないんだ。ええ、わかったわ。始めましょうか。儀式をするのかしら。そこの装置を使うんだ。ゼリスカ、手の形にへこんでる箇所があるけど、わかるか？ええ、確かにあるわね。こっちにも同じようなへこみがあるんだ。今から二人で一緒にそれぞれのへこみの上に手をかざす。なるほど、そういうことなのね。俺はこっちで、ゼリスカはそっちに立ってくれ。わかったわ、二人で一緒にやるのね。ああ、今から俺が数を数えるから、1、2の3で手をかざしてくれないか。任せて。じゃあ始めよう。1、2の3。よし、これで大丈夫。本当に大丈夫なの？ああ、あ、ツリスカ、手はもう外して大丈夫だぞ。わかったわ。この宝石は絆の溶卵ってものなんだ。これを地上まで持ち帰ろう。なるほどね。儀式はそれで終わりなの？いや、まだ続きがあるんだ。この中には
たくさんのリソースが詰まってる。これに俺たち二人で思いを込めて孵化させる必要があるんだ。確かにこの宝石って卵みたいな形をしているし、それを孵化させるというわけね。ああそうなんだ。さすが理解が早くて助かるよゼリスカ。いいえ、キリト君の説明が上手なのよ。あ、じゃあとりあえず地上に戻ろうか。え、そうしましょう。とりあえず無事に儀式の間からは出てこれたな。あらら、そっか、外に出れば綺麗なドレスとは一旦お別れなのね。そうなんだ。でも絆の要欄に思いを込めたらもう一度戻らなきゃならないから、また着られるぜ。そうなのね。じゃあ楽しみにしておくわ。よし、帰ってきたぞ、セリスカ。楽しかったわね。あ、そうだ。ところで、キリト君。なんだ？気になっていたのだけれど、絆の要欄に思いを込めるって、具体的にどんなことをするのかしら？その、この宝石を手にして、一晩互いに思い出なんかを語り明かしたりするんだ。そうなのね。二人で一晩思い出を語り明かすのね。楽しみだわ。なんでそんなに嬉しそうなんだセリスカ。だってアリスちゃんから聞いた時からずっと気になっていたことだもの。そうだったのか。知っててわざと聞いたな。どうかしらね。あ、それでゼリスカはそういうことは大丈夫なのか。そういうことってどういうこと？その一緒の部屋で一晩明かすとか、そのつまりそういうこと。それなら心配しないで。むしろキリト君の方こそ大丈夫かしら。大丈夫です。そう、それじゃあ準備ができたら私に声をかけてね。楽しみにしてるわ。なんだろう、あれが大人の余裕ってやつか。これが絆の要欄。キリト君と一緒に思いを込めなきゃね。余裕を持とうとしてちょっと早く来すぎちゃったかしら。やだわ、私ったら恥ずかしい。そういえばベッド、クレハちゃんの幼なじみのあのベッドへ勝手に潜り込んだこともあったわね。そういえば今頃どうしているかしらね。クレハちゃんの話ではこっちの世界に来たがってたって話だったけど、いけない、このところちょっと寝不足気味だったから。キリト君が来る前にちょっとだけ5分だけ。すまないセリスカ、遅れて。あれ、もう寝てる。あ、参ったな。起こすのもなんだか悪いし。あらら、
ちのかしら。あなた、俺のことじゃなさそうだな。誰だろう。夢の中で誰かと話してるみたいだけど。もうしょうがない。クレハちゃん、聞いたら叱られる、ああ、ひょっとしてクレハの幼なじみのあいつのことか。仕方ない、そっとしておこう。あら、私ったらいつの間にか寝ちゃったのね。え？あなたは、あらら？どうしてあなたがこっちの世界にいるのかしら？クレハちゃんなら今夜はいないわよ。もうしょうがないわね。クレハちゃんが聞いたらあなた叱られるわよ。でも遅れたけれどちゃんとこっちに来てくれたのね。えらいわ。え？ああ、この宝石？これは絆の溶卵といってね、思いを込めることでとてもすごい力を発揮するそうなの。そうなのよ。だから今はこうして大切に抱きしめて、私が思いを込めていたところで、あ、そうだわ、よかったらあなたも一緒にどうかしら。どう？そうすればあなたもこの世界のために力を貸すことにならないかしら。そう、よかったわ。じゃあ一緒にお隣へどうぞ。もう遠慮なんてしなくていいのに。ほら、いつだったか私あなたのベッドを勝手に使ってたこともあったでしょ。いらっしゃい、どうぞ。本来はこれを手に入れたパートナー同士で思い出を語らうそうだけど、構わないわよね。こんな小さな宝石に思いを成就する力があるなんて。そうね、ちょっと信じがたいけれど本当だと思うわ。だから大切に扱わないと。え？この世界はどうかって？そうね、いろいろあるけどこっちの世界もなかなか刺激的よ。クレハちゃんもいつきも変わらず元気だし、確かにここでは銃は使えないけれど、私の場合弓矢を使っているし、あまり差は感じないかも。あなたとも一緒にこっちでまたチームを組めたらいいわよね。ん？私やクレハちゃんにばかり頼って申し訳ない？そんな何を言い出すのかと思えば、あなたの力は十分にすごいわよ。だからもっと自信を持って。それに私やクレハちゃん、キリト君たちもみんながあなたに協力するわ。でしょ？あら、気のせいかしら、絆の溶卵が今少しだけ光ったような。それならきっといいことよね。思いを込めるのがうまくいってるんだわ。そんなに恥ずかしがらなくてもいいから、遠慮なんてしないで。そう？たまには大人を頼ってくれてもいいんじゃない？私でよければいつでもね。この世界を救いたいのはあなただけじゃない。私もクレハちゃんもキリト君もみんな同じ思いよ。だからあまり一人で背負い込まないでね。セリスカ、そろそろ朝だぞ。お願い、あと5分だけ。
そう言ってもう10分以上なんだけど。ゼリスカ、そろそろ起きてくれよ。ん？あなたの声、まるでキリト君みたい。ね。おお、起きたみたいだな。おはよう。え、キリト君？ああ、よく眠れたみたいだな。よかった。え、まさか私、昨夜は確か、ああ、俺が来る前に先にゼリスカが寝てたんだ。起こしちゃ悪いかなと思って。まあまあ、私ったらなんてこと。ごめんなさい、キリト君。儀式のことすっかり忘れちゃって。そうなのか。夢の中にあいつが、ほら、クレハの幼馴染が出てきたんじゃないか。え、どうしてそれを。やっぱり夢の中で絆の洋蘭に思いを込めてたんだろ。その通りよ。でもどうしてそれをキリト君が知ってるの。当たりか。いや、寝言からなんとなくそうじゃないかなと思って。ああ、私ったらキリト君が来る前に寝落ちして思いを込める夢を見ていたのね。ああ、なんてこと。いや、大丈夫なんじゃないか。夢の中で思いを込めてたのは多分うまくいったと思うぞ。え、そうなの。ああ、起こすのも悪いし、かといって俺まで寝るわけにもいかなかったから、しばらく様子を見てたんだ。ゼリスカが寝言を言うたびに時折宝石が光ってた。俺も椅子に座って隣で思いを込めてみたりしたんだぜ。そうだったのね。本当にごめんなさい。キリト君は寝ずの番だったのね。まあ、しばらくしたら俺も休ませてもらったよ。だから気にしないでくれ。そう。でも本当にこれで大丈夫かしら。いいんじゃないのか。俺とゼリスカと、それに夢の中とはいえ、あいつも思いを込めてくれたんだろ。ええ、確かにそうだけど。だったら大丈夫さ。これをまた儀式の前返しに行こう。そうね、わかったわ、キリト君。準備をしておくから。悪いけれど、また声をかけてくれるかしら。あ、わかった。やっぱりこのドレスに着替えると嬉しいわね。一瞬で着替えられるし、リアルでも欲しいわ。儀式の間に入ると自動的に強制着替えだけどな。キリト君のその衣装も素敵よ。ありがとう。まあ、俺はちょっと恥ずかしいから早めに儀式を済ませよう。でも仕方ないわね。始めましょう。最初はこの装置に絆の洋蘭をセットする。なるほどね。あら、まあまあ、宝石が光ってるわ。確かにそうかもな。それでこれをどこにはめ込むのかしら。あ、そうだった。ここのへこみの一つに置いてくれ。わかったわ。じゃあ置きましょうか。
器をセットしたら光がますます強くなってるみたい。ああ、でもこれで大丈夫なんだ。次の段階に行くぞ。ええ、次はどうするのかしら。二人で装置に手をかざして指揮区を読み上げるんだ。指揮区？ああ、どんなのかしら。大して難しくはないよ。俺とツェリスカの名前と一緒に願いを届けるって、そんな感じの内容だ。どうかしたのか、ツェリスカ。ええ、少し気になって。私、一晩かけてクレハちゃんの幼なじみのことを思いながら願いを込めたでしょ。ああ、確かにそうだけど。だから、私の名前だけを読み上げてもいいのかしらって疑問に思ったの。なるほど。つまり、あいつ、クレハの幼なじみの名前もツェリスカは指揮区に添えるべきって考えなんだな。ええ、名前を直接言わなくてもいいけれど、 GGO で共に戦ったみんなの思いも一緒に届けられたらいいのにって思ったの。そうか。うん、いいんじゃないか。大丈夫かしら。だって絆の洋蘭にたくさんの思いを込めた方が効果は高まりそうじゃないか。だから俺はいいと思うぜ。ありがとう、キリト君。感謝するわ。よし、儀式の最終段階だ。始めてちょうだい。分かった。俺、キリトは刻印の試練を彼女、ゼリスカと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。ゼリスカ。え、私、ゼリスカは刻印の試練を彼、キリト君と仲間たちの思いと共に乗り越え、ここまでたどり着きました。俺はこの先、苦しいことや辛い出来事でもセリスカ、彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先、苦しいことや辛い出来事でもキリト君、彼と、そして仲間たちと共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人で誓いますって。分かったわ。誓います。このドレス、私はそのままだけど、あなたのは？ああ、そのドレスはもらえるってことだろう。儀式を最後までやり遂げたって証なんだろうな。ああ、じゃあこのドレスは私のもの？気に入っていたし、ありがたくもらうわね。ああ、すごく似合ってるよ、ゼリスカ。ああ、ありがとう、キリト君。素直に嬉しいわ。でも、君の服がもらえないなんて、ちょっとかわいそうね。あ、俺のは、どうやらもらえないらしい。そう、それは残念ね。二人お揃いになったら、記念に写真でも撮りたいくらいなのに。え？いや、こっちの世界でそれは無理だろ。
冗談よ。帰ってこれたわね。ただいま。これで儀式は終わりだ。お疲れ様、ゼリスカ。はい、お疲れ様、キリト君。俺たちが思いを込めた絆の要欄が何かしらの効果をもたらすといいんだけど。そうね、これから何かがって感じかしらね。ああ、そうかもな。じゃあキリト君、そろそろみんなのところへ帰りましょうか。そうだな。こっちだ。ああ、待ってよお兄ちゃん。ちょっと何なのこれ、急に光った。あ、落ち着け、すぐ。トラップとかじゃない。じゃあ何なのこの光は。大丈夫か、すぐ。驚いたけど大丈夫みたい。でもどうしてこんな格好になってるんだろう。ああ、この部屋ではこんな風に強制的に着替えさせられるんだ。説明しとけばよかったな。すまん、すぐ。ああ、そうなんだ。見た目よりも軽い。素敵。まあこの儀式をするまでの間だけだから我慢してくれよ。我慢？あ、むしろ嬉しいかもって。お兄ちゃんも着替えてるじゃん。まあな、二人揃ってこれが清掃ってことなんだろう。お兄ちゃんのそういう格好を見るのは昔めかし込んで出かけた時以来じゃない？で、笑うなよ。だからこういうのは苦手なんだ。違う違う、似合ってるって。ほんとほんと。まあお前も似合ってるぞ。え、なになに、なんか言った？ほら、いいからさっさと儀式を始めるぞ。なに照れてんのよお兄ちゃん。この装置で儀式をするぞ。これをどうするのかな。そこに手の形をしたへこみがあるんだ。わかるか？あったあった。こっちにも同じへこみがある。今から二人一緒にそれぞれのへこみの上に手をかざすんだ。そういうことね。なんだ、簡単だね。まあここにたどり着くまでに苦労させられたしな。俺はこっちだからそっちに立ってくれ。じゃあ数を数えるから1、2の3で手をかざしてくれ。うん、わかった。始めるぞ。1、
2-3。うわぁ、なんか動き始めた。すぐ、手はもう外して大丈夫だぞ。地上まで持ち帰るんだ。へえ、じゃあこれを持ち帰れば儀式は終わり？いや、まだ続きがある。その宝石の中にはリソースが大量に詰まってて、これに俺たち二人が思いを込めて孵化させる必要があるんだ。へえ、そういうことなんだ。よし、とりあえず地上に戻るか。よし、とりあえず無事に儀式の間からは出てこれたな。あれれ、そっか、外に出ちゃうとあのドレスはなくなっちゃうんだね。そうだ。でも絆の洋蘭に思いを込めたらまた戻ってこなきゃいけないし、もう一度着ることになるぞ。本当？じゃあ楽しみにしたくね。お疲れ、すぐ。お疲れ、お兄ちゃん。楽しかったね。ああ。まあ、それで、この後、絆の洋蘭に思いを込めないといけない。あ、それそれ、思いを込めるって、具体的にどんなことをするわけ？俺とすぐで、宝石を手にしたり、二人で一晩互いの思い出なんかを語り合ったりするんだ。ほうほう、そういうことだったわけね。なんだよ、不満なのか？でもアリスさんが話しにくそうにしてたのをちょっと思い出したからさ。そうだったのか。いや、儀式に必要なことだし、何も変なことはないからな。わかってるって、アリスさんは真面目な人だからね。よーし、儀式二人で頑張ろう。そうだね、頑張ろう。じゃあ準備しておくから、そっちから声かけてね。まあ、分かったよ。なんか不思議だね、こういうの。何のことだ？だっていつもなら同じお家でお兄ちゃんと暮らしてるのに、 VR の世界でもわざわざ一緒に寝るってさ。ああ、そういうことか。確かにちょっと不思議な感じはするよな。そうそう、まあ今回は儀式のためだし、お兄ちゃんのいびきを聞きながら寝るのもしょうがないか。寝相の悪さなら妹君にはとてもかないませんな。そんなことないもん、子供の頃じゃあるまいし。冗談だって。ほら、あんまりはしゃいでると明日起きられないぞ。いいでしょ、だって今日は一晩中語り明かすって儀式なんだし。ああ、それもそうだな。堂々と夜更かしできるってなんかいいね。それでどうなんだ、改めてその宝石を持ってみて。絆の洋蘭だっけ？これ見た目よりも結構重たいかも。そうなのか？ダンジョンで取ってきた時に比べてって意味でね。気のせいかな。
思いを込めていくと宝石が反応するのかもしれないな。中のリソースが思いに合わせて少しずつ重くなっていくとか。そっか、暗黒界のみんなが平和になるならこの儀式も真剣にやらなくちゃね。真剣にって、まあ気持ちはわからんでもないけど私は頑張って暗黒界で困ってる人たちの力になりたいんだ。そうだな。まあすぐ、俺はこの儀式には他にも意味があるんじゃないかって思ってるんだ。他にも意味？ああ、暗黒界だけでなく人界の平和にもつながる、その第一歩がこの儀式じゃないかと思ってる。ああ、そっか、お兄ちゃんはそこまで考えて。私、身近な人たちのことばかり気になっちゃって。すぐはリルピリンやレンジュたちのことが気がかりなんだろう。うん、オーク族の人たちみんなとせっかく仲良くなれたし、そりゃあ中には怖い人とかもいるけど、話せばいい人たちばかりだよ。それは俺もわかるよ。けれどオーク族たちだけじゃない。人族はもちろん、ゴブリン族にジャイアント族、オーガ族も元は俺たちと同じ人間だ。うん、わかるよ。お兄ちゃんはアンダーワールドそのものを救いたいんだよね。ああ、簡単にはいかないけど、それでも俺はみんなを、命を助けたいんだ。うん、わかった。私も手伝うよ。ありがとう。すまないな、いつも俺の手伝いばかりさせて。ううん、私がやりたいことでもあるし、手伝うだけじゃなく、むしろ私にもやらせてって感じ心強いな。でもあんま無茶するなよ。それはこっちのセリフでしょ。いっつも無茶するのはお兄ちゃんの方じゃない。それを言われるともうこっちの世界じゃ救世主かもしんないけどさ、少しは自分の将来のことも考えてよ。はい、返す言葉もございません。うむ、よろしい。なんてね、私もこっちの世界まで追いかけてきちゃったし、オーク族の人たちを助けたいとか人のことを言えないもん。もうすぐ似ちゃったのかな、お兄ちゃんに。そっか、そうだな、俺の妹だもんなあれ、ねえ、この宝石また少し重くなったような。俺とお前の思いがよりたくさん込められたってことかな。へえ、意外に短時間でもたまるもんなんだね。よし、この調子で頑張ろうよ。こういう話だったらいくらでも話せちゃう私。そうだな、夜も長いんだし。うん、久しぶりに兄弟水入らずで語り明かそうよ、お兄ちゃん。そうだな。まあすぐ。ん？どうかしたの？いや、いつも迷惑かけてすまない。いいんだよ、気にしないでお兄ちゃん。まさか。あれ、すぐ。ああ、そっか、まだ寝てるのか。まったく、なんて寝そうだよ。あれ、お兄ちゃん起きたか、すぐ。あれ、あ、そっか、昨日はお兄ちゃんと一緒に寝たんだっけ。そうだよ、
思い出したか？うん、大丈夫。覚えてる覚えてる。そろそろ起きようぜ。思いを込めた絆の洋蘭を返しに行かないとな。うん、はいはい。すぐ分かってます。起きろって。ほらすぐ起きなさい。もうちょっとだけ、あと5分。よかったな、似合ってるぜ。ありがとう。お兄ちゃんの衣装もかっこいいよ。俺はいいって。恥ずかしいからさっさと儀式を済ませよう。もう照れちゃって。すぐまず最初はこの装置に絆の洋蘭をセットするんだ。うわ、何これ、宝石がめっちゃ光ってるよ。本当だ。あ、そうか、この光は俺とスグが二人で思いを込めたって証拠なのかも。そっと置いてくれ。宝石をセットしたら光がますます強くなったような。ああ、これでいい。次の段階に行こう。どうするの？二人で装置に手をかざして四季空を読み上げるんだ。四季空？ひょっとして神聖語か何か？いや、大して難しくはないよ。名前のところは自分の名前に変えて俺の言葉に続けて言ってくれるだけでいいから。わかった、やってみる。よし、最後の儀式を始めよう。うん、お願い。俺、キリトは刻印の試練を彼女、リーファと共に乗り越えここまでたどり着いた。次は私ね。私、リーファは刻印の試練を彼、キリト君と共に乗り越えここまでたどり着きました。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもリーファ、彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリト君、彼と共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人同時に誓いますだ。うん、誓います。よし、これで儀式は終わりだ。
の光。なんだか見てるこっちも幸せな気分。あれ、儀式の間から出てきたのに私のこのドレスそのままだよ。ああ、多分儀式をやり遂げたっていう証なんだろうな。え、もらっちゃっていいのこのドレス。あ、もうお前のドレスだ。やった。あ、でもお兄ちゃんのはもらえないんだ。あ、俺はもらえないらしい。なんだ、そっか、ごめんね。私だけ。俺のことは気にするなって。そのドレス気に入ってたんだろ。素直に喜んでいいんだぞ。うん、まあそうなんだけど。けど？うん、どうせだったら兄弟お揃いの方が絶対いいよねなんて思って。わかったわかった、あまりからかうなよ。もう本心で褒めてるのに。ただいまだな。おかえり。お疲れ様だね、お兄ちゃん。ああ、すぐも本当にお疲れ。なんかいいよね、こういうのって。またお兄ちゃんと二人きりで冒険したいな。そうだな、いろんなところに冒険行こうな。そうだね。この迷宮だったら二人きりだからもう一回行きたいな。ん？この迷宮が気に入ったのか？じゃあまた来ようね。うん、絶対だよ。ここが儀式の間だ。へえ、なんかこれまでの部屋と明らかに雰囲気が違うね。大丈夫だ、害はないから。着替え終わったみたいだな。わあ、ひらひらでふわふわ。なんでなんで？ねえねえ、これって一体どういう仕掛けなの？なあ、この儀式の間にいる間は二人ともこの衣装に強制着替えさせられるんだ。そうなんだ。お、キリトも着替えてる。お、何それ。あんまり言うなよ、どうせ似合ってないからさ。え、違う違う、かっこいいじゃん。いいな、僕ヒラヒラなのもいいけどそっちのも着てみたい。いやいや、それはどうなんだ。俺がそっちのドレスを着るわけにもいかないし。そうかな、案外似合いそうじゃない。いいからやめなさい。さあ儀式を始めるぞ。こっちに来てくれ。はーい。似合うと思うんだけどな。ここにある装置で儀式をするんだ。
体的にどうやるの？そこに手の形をしたへこみがあるだろ。見えるか？あ、あるある。こっちにも同じようなへこみがあって、二人同時にその上に手をかざすと起動するんだ。おお、なるほど。俺はこっち、勇気はそっちに立ってくれるか？わかった。それじゃあ数を数えるから1、2の3で手をかざすんだ。了解。始めるぞ。1、2の3。わっ、なんか動いた。大丈夫だ、ユキ。手は動かしていいぞ。宝石は絆の溶卵って言うんだ。これを地上まで持ち帰ろう。へえ、これを持ち帰れば儀式は終わりなんだ。いや、まだ続きがある。その宝石の中に大量のリソースが満たされてるんだけど、それに俺たち二人が思いを込めて孵化させる必要がある。孵化させる？卵みたいな形してるのはそういうことか。じゃあとりあえず地上に戻ろうか。分かったよ、帰ろう。はあ、無事に儀式の間からは出てこれたな。あれ、そっか、外に出るとあのドレスはなくなるんだ。よかった。なんだ、気に入ってたんじゃないのか？いや、いいドレスだなとは思うんだけど、動きづらいし僕には似合わないでしょ。そんなことないよ、似合ってたぜ、ユキ。うわぁ、恥ずかしいってば。もう思い出しちゃうよ。帰ってきたな。お疲れ、ユキ。うん、お疲れ様、キリト。はあ、もう帰ってきちゃったんだね。あ、でも絆の溶卵に思いを込めたら、もう一度迷宮に戻ってまた着ることになるんだぞ。え、本当？あ、ふーん、そうなんだ。まあその前に絆の溶卵に思いを込めないとな。ああそうだ、思いを込めるってどうやんの？俺と勇気の二人で宝石を手にしたり、二人で一晩互いの思い出を語り合ったりするんだ。ああそういうことなんだ。分かったよ。じゃあキリトの準備ができたら僕に声をかけてね。あ、わかった。よろしく。これが絆の溶卵か。どうだ、それを手にしてみた感想は？そうだな、まあ普通。普通って？だって僕こういう宝石とかあんまり興味ないもん。え、そうなのか？でもこの宝石にキリトと僕で思いを込めなきゃ儀式にならないんだよね。あ、そうなんだよ。
だから勇気も協力してくれると嬉しい。そっかそっか。うん、それはもちろん。僕はそのためにこっちの世界へ来たんだし。でも来るのは遅くなっちゃったけど。あ、勇気。ああ、キリトやアスナたちのピンチを助けられて本気で嬉しかったんだよ。しかも剣心グラディアだよ。みんなの窮地を救う神様だなんて、我ながらかっこよすぎない？ああ、本当にあの時は助かったよ。ありがとな、ユキ。もともと限られた人しか来られなかったわけだし、僕を呼んでくれて、むしろお礼を言うのはこっちかも。そんなことはない。ユキがあの時来てくれなかったら、今頃どうなっていたことか。ユキは立派にこの世界のために頑張ってくれてるよ。それは間違いなく誇っていいんじゃないか。うん、そうかな。なんだかちょっと照れくさいや。そんなに恥ずかしがらなくてもいいぞ。むしろもっと胸を張ってもいいぐらいだ。わかったってば。もう、ん、どうしたユキ。気のせいかな。なんかこの絆の洋蘭が少しだけ重たくなったかも。あ、そうか。こうやって俺と勇気の思いに宝石の中に詰まったリソースが反応してるんだな。そうなんだ。じゃあもっといろいろと話せば思いは込められるんだ。だったらさ、キリト。なんだ。宝石に思いを込めて孵化させれば、きっとこの世界にとっていいことが起こるんでしょ。ああ、手記にはそう書かれていたらしい。じゃあ早く孵化させるためにもっともっと僕と話をしようよ、キリト。早くしたい気持ちはわかるけど、そんなに慌てなくても、うん、こういうのはじっくりと温めるもんじゃないのか。そういうものか。あ、じゃあさ、アスナも呼んできて、いっそ3人で温めてみるってのはどう？アスナと3人で？そうだ、それだよ。アスナを真ん中にしてさ、キリトと僕が左右に川の字に寝転がってさ。川の字。アスナを挟んで左右に、俺とユキが。それならあっという間に思いを込められるんじゃないかな。どう、この案いけそうじゃない。いやいや、ユキ、本来は絆の洋蘭を持ち帰ったパートナー同士で思いを込めなきゃ意味はないんだ。いくらアスナとユキが仲が良くても、多分その案は意味がないと思うぞ。そうか、いい案だと思ったのにな。あ、だったらさ、ユキ、二人でアスナの話をするってのはどうだ。あ、いいね、それ。アスナのことなら話すことがたくさんあるよ。だろ。ユキの知らないアスナのことを教えてやるよ。何を、僕だってアスナと二人きりの遠征でアスナが泣いた話とかしちゃうよ。ほうほう、良いネタをお持ちのようで、ユキさん。その話ちょっとお兄さんに聞かせてごらん。それがさ、 ALO で新しく発見したエリアで幽霊屋敷の噂があってさ。ってアスナにめちゃめちゃ怒られたんだよ。キリトってば同時だな。あれ、なんか宝石少し重くなったかも。お、それは思いが込められてる証拠じゃないか。この調子でいこう。うん、キリト、今夜は寝かさないよ。朝か。ユキはまだ寝てるか。よく寝てるな。まあ昨日は遅くまで起きてたわけだし。おはよう。起きたか、ユキ。おはよう、キリト。ん？寝ちゃった。昨日キリトを寝かさないとか言ったのに、僕の方が寝てる。え、いや、ユキ、キリトひどいよ。僕が寝てたら起こしてよ、キリト。落ち着いて。
せっかく楽しかったのに。僕とキリトどっちが先に寝ても恨みっこなしって、あれ、そう、どっちが先に寝ても恨みっこなしって。あー、そっか、キリトとそんな約束してたんだった。お、思い出してくれた。キリトごめん。いや、ほんとごめん。あ、もう大丈夫だから。本当に大丈夫？なんだか具合悪そうだよ。これくらい平気だ。はあ、恥ずかしいな。約束してたことを忘れてキリトを殴るなんて。まあ寝ぼけてたんだししょうがないよ。だって昨日はすごく楽しかったんだもん。まあとにかくこれで絆の要覧を返しに行ける。うん、そうか、もう一度あの迷宮へ行くんだよね。あ、その通りだ。そっか、僕準備しておくからキリト声をかけてね。あ、本当さっきはごめんね。もういいって。このドレスまた着られたよ。ああ、似合ってるぞユキ。ありがとう。キリトも決まってるよ。な、俺はいいって。正直ちょっと恥ずかしいし、ま、すぐに儀式を済ませようぜ。うん、わかった。それで最後の儀式はどうするの？まずはこの装置に絆の要覧をセットするんだ。なるほどね。って何これ、キリト宝石がすっごい光ってる。この光は俺たち二人が絆の要覧へ十分に思いを注いだって証なのかもしれない。そうなんだ。大丈夫かなこれ。ああ、とにかく装置にセットしてくれユキ。よし、宝石をセットしたな。次の段階に行くぞ。ますます宝石から光が溢れてるけど、次はどうすんの？ユキ、二人で装置に手をかざしながら一緒に四季句を読み上げるんだ。四季句ってどんなの？そんなに難しい内容じゃない。俺が先に言うから、俺の名前のところは自分の名前に置き換えて続けて言ってくれるか。そっか、分かったよ。ユキ、最後の儀式だ。分かったよ。俺、キリトは刻印の試練を彼女勇気と共に乗り越え、ここまでたどり着いた。勇気、あ、僕だね。僕勇気は刻印の試練を彼キリトと一緒に乗り越え、ここまでたどり着きました。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でも勇気彼女と共に乗り越えていきます。僕はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリト彼と共に乗り越えてみせます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は
二人で一緒に誓います。あ、うん、誓います。よし、無事儀式を終えることができたな。いやー、結構苦労したね。あれ？儀式の間から出たのに、このドレスそのままだ。それは多分、儀式を最後までやり遂げたって証拠なんだろうな。ご褒美でもらえるんだろう。え？いいの？こんなに綺麗なドレス、僕が？ああ、それはもう勇気のドレスだ。どうしよう、キリト、こんなにもふわふわしてヒラヒラしたドレス、本当にもらっていいの？いいじゃないか、それをもらうだけのクエストを見事成し遂げたんだし。そっか。あれ？でもどうしてキリトはいつもの格好なの？ああ、俺のことは気にしないでくれ。どうやらもらえないらしいんだ。それは残念だね。でも元気出して、いいことあるよ。よし、無事帰ってきたな。これで儀式は終わりだ、ユキ。キリト、お疲れ様。いやー、最後すごい光だったね。でも、見ててなんだかいい気分だったよ。あー、確かにそんな感じはしたかもな。なんかいいね、こういうの。こういうの？そう、こういう二人だけの冒険や謎解きって楽しかったよ。またやりたいな。そうか、勇気が良ければまた来ような。本当？ああ、とにかくお疲れだったな、勇気。うん、僕を誘ってくれて本当にありがとう、キリト。メディナ、ここが儀式の場だ。ほう、これまでの部屋とは明らかに雰囲気が違うな。なんだこれは。体中に光が集まってくる。安心しろメディナ、その光に害はない。収まったな。なんだこの服は。私の鎧はどこへ行った。落ち着いてくれメディナ。その服は儀式をするために必要な清掃なんだ。清掃だと？なぜ私がこのような舞踏会にでも出るような格好にならなければいけないのだ。ああ、でも似合ってるぜ、すごく。はあ、似合ってるだと？ふざけるな。お前も着替えているな。ああ、俺のはこんな感じだ。ほう、
いや、ともかく儀式に必要ならばこの格好も仕方がないな。ああ、仕方がない。じゃあ早速始めよう。こっちへ来てくれ。ああ。この装置で儀式をするんだ。おお、このようなものでか。メディナ、そっちに手の形をしたへこみがあるんだ。わかるか？へこみ？ああ、あったぞ。俺の方にも同じようなへこみがあるから、二人で同時にその上に手をかざすと装置が起動する仕組みだ。なるほど。じゃあ始めてみよう。俺が合図をするから1、2の3で手をかざしてくれ。ああ、わかった。始めるぞ。1、2の3。大丈夫だ、慌てずに。手は動かして大丈夫だ。そうか、分かった。石が出てきたぞ。ああ、それは絆の溶卵っていう宝石なんだけど、まずは一旦地上まで持ち帰る。これを持ち帰って儀式は終わりか？いや、まだ続きがある。その宝石の中は大量の神聖力が満たされているから、そこに俺たち二人で思いを込める必要がある。思いを込める？詳しいことは地上に戻ってから話すよ。わかった。では戻ろう。よし、とりあえず無事に儀式の間からは出てこれたな。ああ、そうだな、無事でよかった。ん？そういえば、あの服はどこに行ったのだ？なあ、あれは儀式の間から出ると自動的になくなるんだ。そういうことか。まあ、あんなもの私には不要だがな。そうか、似合ってたぜメディナ。何よ、からかうんじゃない。ああ、それに絆の溶卵に思いを込めたら、もう一度迷宮に戻って嫌でもあの服に着替えさせられる。何？ほう、そうなのか。ふーん。ようやく帰ってきたな、メディナ。ああ、私にとっては造作もないことだったかな。さて、まずは絆の溶卵に思いを込めないといけないんだけど。そうだ、その思いを込めるとは具体的にどうするのだ？ああ、俺とメディナの二人で宝石を手にしたり、二人で一晩互いの思い出を語り合ったりするんだ。はっ、 お前と二人で一晩過ごすだと？ああ、アリスから話は聞いてなかったのか。そんな話聞いてない。いや、ひょっとしてあの時アリス様が口ごもったのはそういうことだったのかもしれない。
まあ、その儀式のためには。わかっている。ここで逃げ出せば騎士の名折れ。その儀式、最後までやり遂げてみせよう。ああ、助かるよ、メディナ。ともかくこちらで準備をしておくから、お前の方から声をかけろ、いいな。わかったよ、よろしく頼むな。ああ、任せておけ。そんなに怖い顔で睨まないでくれよ、メディナ。睨んでなどいない、これはいつも通りだ。そうか、いつもはそんなに睨まれた覚えがないんだけど。うるさいな。こっちは仕方なく儀式のためにお前と今こうしているだけだ。はい。あらかじめ断っておくが、不必要に近寄るなよ。私の肌や髪に気安く触るな。でもちろん触りはしないけど、近寄れないんじゃ絆のよらに思いが込められないんじゃないか。そうか。じゃあ私が許可したら近づけ。これが妥協点だ。妥協点って何だって。そうも厳しいんだ。言っておくが、勘違いするなよ。お前とこうして一夜を過ごすのは特に気にすることではない。ああ、私の中では何の抵抗もないぞ。そうだな。ましてやこの絆の要欄に思いを込めれば暗黒界が良い方向に変わると聞く。だからこの私が暗黒界のために貢献すれば、きっと内外から一目置かれる存在になれるはずだ。なるほどな。まあ大っぴらにはできないらしいんだけど、いろんな人から感謝はされると思うぞ。は？大っぴらにできないとはどういうことなのだ？知らなかったのか？もともとあの迷宮は実行が突入を断念したんだ。俺たちが簡単に突破したらいろいろと気に食わないってやつもいるだろ。なるほど。言われてみれば確かに。まあなるべく穏便に済ませてくれって話だったからな。おのれ、熟考の連中め。自分たちの手柄を横取りされるのがよほど悔しいのか。落ち着けってメディナ。俺たちしかあの迷宮には入れないんだ。シャスタやリピアたちからもきっと感謝されるよ。あの凄腕の暗黒騎士二人からか。まあそれはそれで悪い気はしないな。そうだろ。この儀式のことは大っぴらにはできないけど、多くの人たちからはいずれ感謝されるさ、間違いなく。そうか、わかった。では最後まで付き合ってやろう。ああ、助かるよ。ならばさっさと儀式を済まそうか。おい、もっと近づけ。え？はい。儀式を成し遂げるのだから、さあ来い。痛い。おい、耳とか引っ張らないでくれよ。なんだ、この程度で慌てふためくとは。ムカつく。ムカつくってむちゃくちゃ言うよな。いって、そんなに爪を立てて猫かと思ったぞ。え、猫？え、まるで猫みたいだなって。うむ、まあいいだろう。まさか猫って言っただけで機嫌が治ったのか。ん、どうしたのだその顔は。え、いや、なんでもないです。下手に刺激するとさっきみたいに引っかかれそうだ。よし、もう少し触れるぞ。え、まあ悪くない触り心地だな。そうか。なんだ、メディナが俺の頭を撫でて。さっきは近づくのも許可がいるって言ったのに。どうだ、少しは思いがこもったか。どうだろうな。っていうか、宝石を持ってるメディナは何か感じないか。そう言われてみれば、先ほどから少し何か熱を帯びているような気がする。じゃあ中の新勢力が反応してるってことだ。そうか、では儀式がうまくいってる証拠だな。
ではもっと撫でてやろう。よしよしなんだか猫みたいだな、キリト。どっちかというとメディナの方が。ん、何か言っとこ。なんでもないです。そうか、よしよし。気分屋なところまで本当に猫みたいだ。どうしたキリト、何か不満でもあるのか。いや、ないぞ。それにこのまま思いが込められればそれでいいかなって思ってる。そうだな、暗黒界の明るい未来もきっと近いぞ。そうだな、平和が一番だ。うんよしよし。もう朝か。なあメディナ、起きたのか。なぜお前がいる。え、いや、それは昨日。うるさい、ハレンチの真似をしようってキリト。お前という男を少しでも身近に感じた私が愚かだった。痛いって、枕なのにすげえ痛い。だいたい昨夜はな、私はキリトと一緒に。あれ、メディナ。昨夜は確か私とキリトが儀式のために一緒に。思い出してくれたか。すまない、私としたことが勘違いしていた。気にしないでくれ。本当に申し訳なかったキリト。寝起きとはいえあのように取り乱したりして。いや、まあ驚くのも無理はないよ。本当に大丈夫か。思い切り叩いたからな。ああ、叩かれたとはいえ枕だったし、これくらい平気だよ。なんだと。それはつまり私の攻撃などかほどにも感じぬとでも言いたいのか。いや、そうは言ってないだろう。まったく、ムカつく。とにかくこれで絆の要覧を返せるな。ああ、そうだったな。もう一度あの迷宮へ赴くのだろう。そういうことだ。わかった、私も準備を整えておこう。お前から声をかけるがいい。ああ、そうするよ。本当にさっきはすまない。まさか、またこの服に着替えるとはな。いいじゃないか、似合ってるぞメディナ。な、バカなことを言うな。で、いや、本心なんだけどな。恥ずかしいことをよくも堂々と。ムカつく。メディナ、まだこの後儀式をやらなきゃいけないんだけど。当然だ、分かっている。儀式とやらをさっさと済ませるぞ。なあ、最初はこの装置に絆の要覧をはめ込むんだ。わかった。なんだこれは。宝石が光ってるぞ。この光は。そうか、俺たちがその中に詰まった新勢力に思いをたくさん注ぎ込んだって証なのかもしれないな。そうなのか、大丈夫なのかこれで。大丈夫だ。とにかく装置にはめ込むぞメディナ。やってくれ。
石を置いた。次の段階へ進もう。いいのか？ますます宝石から光が溢れてるが。大丈夫。次に二人で装置に手をかざしたまま一緒に四季句を読み上げるぞ。なんだと？四季句を読み上げるなんて聞いてないぞ。まあそんなに難しい内容じゃない。俺の名前の場所はメディナの名前に変えて、俺が言った内容をメディナも同じように言ってくれればいい。わかった。ここまで来たんだ、やってみせる。よし、儀式の最終段階だ。行くぞメディナ。わかった。俺キリトは刻印の試練を彼女メディナと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。メディナ頼む。私メディナ・オルティナノスは刻印の試練を彼キリトと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもメディナ彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリト彼と共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人で一緒に誓いますって。了解だ。誓います。ついに最後だ。9個の絆の要欄をみんなで集めて、最初にあった1個を含めて全部で10個揃ったことになる。最後の1個を集めれば何か特別なことが起きると思ったけど、おかしいな、何も起きないぞ。それともリソースから放たれた光が眩しすぎて見過ごしちゃったのかな。まあとりあえず迷宮を出るとするか。出口の方で何か変化しているとかかもな。よし、儀式の間から無事出てきたぞ。ああ、ようやく終わったな。って、この服なぜ儀式の間から出てきたのにそのままなんだ。ああ、それはきっと儀式を最後までやり遂げたって証なんだ。まあ、要はご褒美だよ。褒美だと？こんなに綺麗な服じゃなくて、私が欲しいのは栄誉や人からの感謝の言葉だ。こんなものいいじゃないか、すごく似合ってるぜ。うるさい。第一、なんでお前は元の服に戻ってるんだ。不公平ではないか。まあ、俺のはもらえないようでこのままなんだ。そうか。それは私だけで申し訳ないな。ともかくこれで儀式は終わりだ、メディナ。そうか。うむ、お疲れだったなキリト。それにしてもすごい光だった。あれを見ているとなぜか温かい気持ちになれた。ああ、俺も同じ気持ちだ。こんな二人きりの冒険もたまにはいいものだな。
ああ、メディナは覚えていないかもだけど、二人きりで人海を巡ったりしたんだぜ俺たち。何？それは本当か？だが私にはその記憶がない。嘘を言っているのではないだろうな。そんなことはないさ、いつか思い出せる日が来るといいな。とにかく最後まで本当にお疲れ様だよメディナ。私の知らない話で終わらせるな、ムカつく。キリト、戻りましたか？あ、どうしたんだアリス、なんか急いでるみたいだけど。困った事態になりました。お前、先ほど10個目の絆の溶卵を収め儀式を終えましたね。ああ、その通りだけど、何かダメだったのか？いえ、儀式そのものは問題ありません。ただ先ほどこの式が光を放ち、新しい一文が刻まれたのです。なんだって、新しい一文が？絆の溶卵を全て収めし、あと今一度儀式の前二人で挑め、しかるのち最も思いを交わした二人で祝福を述べよとあります。本当だ、まるでそこだけ真新しい文字が刻まれてる。儀式の間では何か様子がおかしい点はありましたか？いや、何もなかったと思う。最初にアリスと一緒に挑んだ時と全く同じ状況だったから変だと思ったんだ。そうでしたか、なるほど。この一文を読む限り、誰か一人を選んで最後にもう一度だけ儀式の前向かって祝福を言う必要があるみたいだな。その通りです、キリト、まだ一仕事残っていましたね。うん、こんなところで引くわけにはいかない。よし、もう一度あの迷宮へ向かおう。わかりました。ではすでにキリトと一緒に迷宮へ向かった者たちに私の方から話を通しておきましょう。ああ、助かるよアリス。お前も準備を整えておきなさい。では、最後の試練か、気になるな。儀式をするだけで済めばいいんだが。まさかもう一度この衣装に着替えるなんてな。お、装置自体が光ってる。ここでもう一度二人で祝福を読み上げるみたいだな。キリト、これは？あ、アリス。あ、そうか、アリスも着替えるんだったな。まさか再びお前の前でこの衣装に着替えるとは、喜んで良いものか。あ、そうか、似合ってるのに。ともかく儀式を続けましょう。私が持ってきた手記に新たな祝福が載っています。一緒に読み上げますよ。わかった。では私から祝福を読み上げます。キリトはその後に続いてください。よし、頼むぞアリス。今私アリス・シンセシス・サーティは、彼キリトと共に苦難を乗り越えここまでたどり着けました。次はお前の番です。分かっているでしょうが、名前のところは言い換えなさい。ああ、分かった。今俺キリトは、彼女アリスと共に苦難を乗り越えてここまでたどり着いた。私アリス・シンセシス・サーティは、今後辛い時も穏やかな時も生涯キリトと共に支え合っていきます。俺キリトは今後辛い時も穏やかな時も生涯アリスと共に支え合っていきます。いつかこの荒れた大地に緑が芽吹くその日まで。いつかこの荒れた大地に緑が芽吹くその日まで。10組の中から代表して私アリス・シンセシス・サーティが、10組の中から代表して俺キリトが、最後は同時に誓いますと。お、
誓います。この衣装、ついに俺のものになったのか？似合っていますよ。ありがとう。もらったからには大事にするよ。さて、これで本当に終わりか？おそらくはそうでしょう。やり遂げましたね、キリト。アリスの方こそ、お疲れ様だな。これで、この暗黒界にも変化が訪れるのでしょうか。きっとそうだと思う。いや、間違いなくそうだよ。お前が言うと、途方もないことでも真実味を帯びますね。二人で儀式をやり遂げて数日後、ダークテリトリーの各地で草原や泉が生まれたといった報告が複数上がってきた。最後の儀式を終えたことで、どうやら大量のリソースがダークテリトリーの大地へと還元されたんだろう。これでさらに多くの緑や自然が芽吹けば、きっと争い事も少なくなる。そう願っている。あれからどれほどの月日が流れただろうか。暗黒界の各地でこれまでは聞かれなかった奇妙な報告が、いや、良好な兆候が次々と上がっていた。平地ゴブリン族の領地では新種のキノコが複数見つかり、山ゴブリン族の領地では新たな鉱脈が発見されたそうだ。ジャイアント族領では深い亀裂で多くの鉱石が取れるようになり、オーガ族領では草原が広がり、鳥の姿が多く見られるようになった。オーク族の領地では薬草をはじめ、生活に何かしら役立つ植物がいくつも育てられるようになった。リルピリンは泣きながら喜んでいる。あの刻印の一族が成し遂げられなかった儀式を、俺たちみんなが代わりにやり遂げたのだと思う。儀式を諦めたあの刻印の一族が喜んでくれているのか、その答えはまだわからない。曇天が晴れ渡る兆しはないし、各地で緑が多少増えたからといって何かが劇的に変わったわけでもないからだ。けれども、みんなで思いを込めた宝石のリソースを解放し、全ての儀式を終えてみて分かったことが一つだけある。それはこの暗黒界が少しずつ良くなっているということ。吹き抜けていく風が少しだけ湿っていたように感じられた。まるでルーリットの村で感じたあの風のように。この風はあの終わりの壁まで吹き抜けていくのだろうか。いつかあの壁の向こう側に広がるであろう別の世界へ、俺たちが、もしくはこの世界の人々がたどり着ける日がきっと訪れるに違いない。